カオサームローイ用と海洋国立公園は、タイの海洋国立公園の一つ。タイで最初に登録された、海洋国立公園。タイで最大の淡水湿原で、ここでしか見ることのできない生物なども生息している。プラヤーナコンドオクツとクハーカルハットキューテンハート、レームサーラー、ハートサームプラヤーなどのビーチがあることから、レジャー感覚で訪れる観光客も多い。 サームローイオートはラーマ4世が1868年8月18日に回帰日食の調査のために西洋人の学者を招いて天文調査を行った場所である。しかしながらサームローイオートが当時マラリアのよく発生する地帯であったためラーマ4世は同行していたチュラーロン高ン新ーとマラリアに感染する。この後ラーマ4世はこれが原因で放擁する。 その後もこの地帯は、風光明媚な場所として、王室メンバーから愛され、特に、プラヤーナコーン洞窟には、ラーマ5世によって、クーハークルハット宮殿という休息所が建てられた。また、ラーマ6世やラーマ9世も訪れている。バーンプーのボート乗り場公園内最高峰はカオ、カウサームローイオートでありこれはこの公園の名前の由来になっている。このか、300以上の山頂を持っている。 陸のほとんどは淡水湿地帯であり、これがこの公園の保護の大きな対象となっている。この地域では陸にはスマトラカモシカやシロクマブタザル、海にはカワゴンドウなどの希少生物が住んでいる他鳥類でも希少生物が見つかっている。一方でこの一番古い海洋公園は公園内にビーチを有するため環境破壊が激しいと言われている。ありがとうございます。